皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は視聴者様からいただいたご質問にお答えをしたいなと思っております。職歴70安藤龍さんからいただいた質問。綺麗な V シェイプを作るため極限までウエストを細くしたいです。シックスパック腹斜筋とかではなく、あくまでウエストを細くするトレーニングを教えてくださいとのことでね、ご質問いただきましたので答えていきたいと思います。最初にですね、本当にね厳しいお話から入ってしまって申し訳ないんですけども、ウエストの太さ大きさっていうのはほぼ骨格で決まる部分があるので、このトレーニングをやればどんどんウエストが締まっていって綺麗なね V シェイプになります。そんなトレーニングは残念ながらありません。やっぱりですね、人間骨盤の大きさと肋骨の大きさというのは決まってますので、この骨格によってある程度ウエストの太さっていうのが決まってくるんですね。もちろんその余分な脂肪を落としていけば細くはなりますけども、脂肪を落としきったところでやっぱりこの骨格の限界よりも細くなるっていうのはほぼありえないんですね。なので同じ体脂肪率の方、身長の方でも骨盤の大きさとかね、肋骨の大きさによってウエストの太さに差が出てきてしまうので、何か特殊なトレーニングをやればその骨格の限界を超えてウエストが細くなるということはまずないですよということははっきり言わせていただきたいなと思います。他にはですね、ウエストシェイパーとかね、コルセットなんかでウエストをねぐっと締め上げてウエストを細くしようとする方いらっしゃいます。それもね一つの方法かもしれませんけども、実際にね効果もあると思います。中世のね貴婦人なんかはねコルセットでぎゅうぎゅうに締めてめちゃくちゃ細いウエストを作ったりしましたけども、それは健康上の観点からもう私はおすすめしません。絶対にやめていただきたいなと思います。それはなぜかというと、骨格である程度ウエストが決まってますと。でそれは自分の体重とか内臓の重さをしっかり支えられるのが、この骨格で決まったウエストの太さっていうことになってますので、そこを無理やり外からですね圧をかけて締めて細くする。そうするとウエストの安定感がなくなってしまって怪我とか、あとは内臓の位置も本来の位置からずれてしまうので、いろんなね内臓の疾患、そういうリスクも跳ね上がると思います。なのでウエストを細くしたいからといって常にねウエストシェイパーとかコルセットでウエストを締め上げる、そういうようなアプローチはなるべくやめていただきたいなと思います。じゃあ体脂肪を落とす以外にウエストを細くする方法がないのかと言われると、まだ実は策はありまして、骨格の状態をある程度その筋肉でコントロールできるようにするっていうのも一つの方法ではあるんですね。どういうことかというと、リブフレアという言葉を皆さん聞いたことあるでしょうか。簡単に言うと、この肋骨が正常な状態よりもぐっと広がってしまってお腹が出てるように見える、ウエストが太くなってるように見えるという現象です。これはこの肋骨をぎゅっと引き締めてコントロールする筋肉の力が弱かったりとか、そのコントロールする能力がちょっと弱くなってたりして肋骨をねしっかり締められていない場合に、この肋骨がぐっと広がってしまってウエストが太く見える、そういう状態をリブフレアと呼んだりするんですけども、これを改善して肋骨をぎゅっと締めるようにする、締めた状態を作れるようにすると、このウエストがより細く見えるようになるので、当然これはね姿勢を正しく戻して腰とかの怪我を防ぐという意味でも非常に重要なことになりますので、このリブフレアを改善するためのトレーニングを2種類ですねご紹介したいと思います。1種目目なんですけども、これがキャット&ドッグというトレーニングで、四つ倍の姿勢になっていただいて、ここから息を吸い込みながら腰をね思いっきり反らせます。でここから息を吐きながらお腹を丸めます。この時に肩甲骨を思いっきりグッと押し出して肩甲骨のところをグッと丸めるように意識してみてください。ここからこういう感じでね、で息を吸いながら反らして、息を吐きながら、という感じでやっていただく。この息を吐いて丸めていくという時に使うのが腹直筋とか腹斜筋とか前鋸筋と呼ばれる筋肉なんですけども、この辺の筋肉っていうのは肋骨についてまして、この肋骨をね引き締めるような役割も果たしているので、この辺の筋肉をしっかり使えるように仕上げることで肋骨を締めて正しい姿勢を作ることができますので、是非ねこうトレーニングのウォームアップとかね最後のクールダウンなんかでやっていただくといいかなと思います。そして2種目目がウォールスライドというエクササイズになるんですけども、大体ね壁から30センチぐらい1足分ぐらい離れたところに立っていただいて、両手をですね壁につけていただきます。こういう形でね、手幅はまあ普通に前習えのぐらいでいいです。ここから壁に手をつけたまま上に手をね上げていきます、ね、戻して息を吐きながら手を上げていきます。でこの手を上げていく時に、先ほどのキャット&ドッグのように腹筋と前鋸筋に力を入れて肋骨を締めながら上げていくようにしてください。ここの力が抜けるとこういう風に腰が反ってしまったりとか、肋骨周りから力が抜けてちょっと肋骨が緩んで広がってしまったりとかなってしまうので、しっかりお腹と前鋸筋に力を入れて肋骨を締めたまま上げてというようにやってみてください。はい、今回はですね視聴者様からのご質問にお答えをしまして、ウエストをね細くする方法についてお話をさせていただきました。是非ね参考にしていただければと思います。他にもね何か聞きたいことがあればお気軽にコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。